亀山城構造亀山天皇は日本の第九十代天皇。忌み川恒人。五佐賀天皇の御子。母は中宮の西恩寺後。奇祭原では御深草天皇に次ぐ次男。南朝の祖。父母から昭愛され、兄の御深草天皇を差し置いて辞典の君となり、やがて、 亀山系の南朝と五深くさ系の北朝による対立が生じる端緒となった。高価の人間ながら、当時の信仰宗教である禅宗、立宗を手厚く保護した。五三別格とされ臨在宗自覚第一である。南禅寺は、無責不問に帰依した亀山天皇の直眼によるものである。また、神言、立宗の開祖である最大寺の永像にも深く帰依した。 前立信仰政策は孫である、五代醐天皇、及び五代醐を敬愛した足利高氏に継承された。現行、公安の役事の辞典の君でもある。昭和2年8月、3列を極めた、昭和の飢饉の最中、十歳で立太子。翌正元元年兄の五不覚佐天皇の譲りを受けて、戦争。即位には、父の五佐賀上皇や、 五皇の大宮院の遺行があったとされる。文明2年には、元の首来からの国書が高来を介して伝えられ、鎌倉から送達される。幕府は元に備えるとともに、朝廷は神社に異国降伏の祈願を行う。陰性中には2回の元の対日信仰が起こり、自ら伊勢神宮と熊野三山で祈願するなど、積極的な活動を行った。文明11年。 猛虎襲来により炎上した箱崎宮社殿の再興にあたり、亀山上皇は敵国降伏の神筆を収めた。現在、箱崎宮の楼門高く掲げられている額「敵国降伏の文字は、文六年間、筑前国領主、小早川高景が楼門を造営した時、臨車拡大したものという。文永三年、第六代鎌倉幕府将軍となっていた。 イボ兄の宗方新能が鎌倉から送り返され、代わって、これ野草が将軍に就任した。文英4年には、皇后党員吉子が御子、与、人志を産み、翌文英5年、五佐賀上皇の遺構をもとに与人志新能を皇太子に立てた。文英9年2月に五佐賀法王が崩御し、自典の君の継承と皇室領荘園の問題が起こる。五佐賀法王は、 自転の君の指名を幕府に求める、一直を残していたとされたため幕府に問い合わせたところ、幕府は、誤佐賀法王の内意を問い返し、大宮院による内意は、ご深くさ上皇ではなく、亀山天皇であったとする証言から、亀山天皇申請と定まる。文永11年1月、亀山天皇は、皇太子を等し神皇に上位して、陰性を開始。亀山上皇は、 印表情性の改革に取り組み、一定の成果を上げて、厳密の沙汰、特性工業と評された。また、五格差条項の決闘とは別に、自らの決闘の繁栄に力を注ぎ、高頭が分裂して交互に、交位継承を行う、両党鉄律の端緒となる。五格差条項が出家の意向を示すと、幕府は、寿命院党の礼遇を危惧し、妥協案として、 ご深くさ上皇の御子、広人の立大使を推進。賢治元年に広人は、亀山上皇の勇士となり、新王宣言、ついで皇太子となる。続いて、公安九年には、亀山上皇の着尊にあたる豪田王子の国春が、新王宣言された。だが、亀山上皇は、関東申し継ぎの西恩寺実の賢との不和に加えて、下月騒動で失脚した。 足立チアと親しかったことが幕府を刺激する。このため公安10年10月には、郷田天皇に代わって、伏見天皇が即位し、その父である、ゴ深草城公院制が開始されて、総領権を奪われる。さらに、鎌倉では、鎌倉将軍のこれやす新王が敗されて、ゴ深草城公巫子の久明新王が、将軍になり、自明院等に有利な情勢が続いた。 昭和2年9月、亀山上皇は南禅寺で出家して法皇となる。法名は金剛元禅宗に帰し、亀山法皇の出家で公家の間にも禅宗が徐々に浸透していく。その一方で、公職ぶりでも知られ、出家後も様々な女性と関係を持って多くの子供を設けている。また、笛、美は最楽馬、神楽 漏洩など様々な芸能に通じ、寿命院党のご伏見上皇の願いを受けて、権限元年に分けまりを、翌年には、漏洩を伝授している。昭和三年、宮中に、甲斐、源氏の朝原溜美不氏が押し入り、伏見天皇暗殺未遂事件が起きた。この事件ははじめ北条氏による下月騒動に連座し、所領を没収されたことによる朝原の犯行かと思われたが、 大覚寺統計の前参議参上、サネモリの関与が疑われ、それを受けて、伏見天皇と関東申し継ぎ西恩寺高校は、亀山法王が背後にいると主張した。しかし、五深く佐法王は、その主張を知りけた。また、亀山法王も幕府に事件には関与していない旨の起承文を送ったことで、幕府はそれ以上の捜査には深入りせず、三条サネモリも、 釈放された。孫の五二条天皇朝であった、加減三年九月に、亀山殿で崩御、放産五十七。一生で橋死であり、当時三歳の常明親王の立大使の意思を示し、親王の叔父である左大臣、西恩寺高校が、実現工作に動いたために、五宇座上皇の強い反発を招き、大閣寺党内部に、混乱を招いた。なお、 安義美門院の勇士となっていたようであり、五格差上皇が長考動僚を手にしていたのに対し、公安6年9月に安義美門院が没すると幕府に死者を使わして裁定を受け安義美門院の医療を半ば強院に相続した。以降は子孫の大覚寺等に受け継がれ、後醍醐天皇まで大覚寺等の主な経済基盤になった。 水郷の亀山院は、在所の名亀山殿にちなむ。父、五佐賀院が佐賀野に建造した利休亀山殿を、伝領し、退位後は、戦闘として、そこで崩御している。他に、同じく父、五佐賀院が、落東東山善林寺の南部に、文永元年に造営した利休善林寺殿に由来する、善林寺殿の遺章もある。なお、この利休は、伝領した後に、 亀山院自身が自院化し、昭和4年に京都合山の上位南前寺となった。また、居所からまでの工事度の年号から文王皇帝の遺書もある。亀山天皇陵陵は、宮内庁により、京都府京都市右京区佐賀天竜寺すすきの馬場町の天竜寺内にある亀山陵に事情されている。宮内庁上の形式は方形堂、法啓堂遺体はダビに付され、 佐賀野にあった、清志金剛院や、亀山戸の北家道、法王古岩の南禅寺、高野山金剛法寺にそれぞれ分骨されたが、亀山戸の北家道をもって原料とされた。北家道形式の三ぎである。また、天竜寺に隣接した右京区佐賀亀の大町の亀山公園には、仮想塚がある。また皇居では、高麗殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、 天皇の霊が祀られている。福岡市博多区の東公園に銅像が建てられている。亀山天皇からこと葉んく、熊の大見は蘇りの聖地と神々の力、加藤高久 P122、豊長里美、大覚寺等の天皇と、音楽、中世の天皇と、音楽 ISBN4 から642028609、P76 から9 7ト a b c 亀田。 年数、聖意大将軍、森吉親王、恵比寿交渉出版、シリーズ、実像に迫る007、2017年、1214ページ。ISBN 978から4から864032391。ありがとうございます。